カナダズルはツルメツルカに分類される鳥類の一種である。北アメリカとシベリア北東部局地で繁殖し、冬季はアメリカ南西部にわたる。中国、大韓民国などのアジア東部では名鳥として記録されることがあり、また西ヨーロッパでは極めて珍しい名鳥である。日本では稀な冬鳥としてほぼ毎年1から2羽が記録されている。記録は北海道から九州まで各地であるが、 多くは単調やナベズルの群れに混じっているところを記録されたものである。大きさは亜種によって様々である。日本に飛来する亜種は GC カナデンシスとされているが、本種は日本に飛来するツル類の中でも小型の部類に入る。死由はよく似た姿をしている。成長は灰色である。翼には褐色味を帯びた羽が混ざっている。前頭部は赤く、頬が白く、暗色の 長く尖ったくちばしを持つ。足は暗色で長く、飛行の際には後に長く伸びた足と、まっすぐ保った長い首が特徴的である。幼鳥は上半身は赤みを帯びた茶色、下半身は灰色である。前頭部は赤くない。北アメリカの湿地に生息する大型で灰色の鳥には他に大アオサギがいる。大アオサギはカナダズルと大きさはほぼ同じで、 時に間違って、鶴と呼ばれるが、羽や体格、飛び方が、カナダ鶴とは全く違う。繁殖地では、ツンドラや草原地帯の沼や湿地に生息し、つがいで広い縄張りを持っている。枯れ草を積み上げて、巣を作り、ニラ卵を産む。放卵は、雌雄ともに行い、放卵日数は、約30日である。越冬地では、通常群れで生活する。 カナダズルは、原生鳥類の中で最も古い化石を有しており、900万年前の化石に、現在のカナダズルと全く同じ鳥が記録されている。6種類のアシュが確認されている。6アシュのうち、アメリカ合衆国メキシコアン沿岸に生息する、ミシシッピーカナダズル、フロリダ州及び、ジョージア州に生息する、プラテンシスアシュ、キューバに生息する、キューバカナダズルは流鳥である。 その他の亜種は、メキシコの南に位置するアメリカ合衆国南西部に渡る。アメリカ中部のネブラスカのサンドヒル橋のプラット川は、渡りの途中に45万羽以上のカナダズルが立ち寄る、重要な滞在地となっている。カナダズルの繁殖地は、カナダ中部及び北部、アラスカ、アメリカ合衆国中西部と南東部、シベリア、キューバなどの沼地及び湿原である。 水生植物の生い茂る場所や水辺の地面が栄装地となる。草などを積んで作った巣に、メスが二つの卵を産む。鶴は、つがいで一生を過ごすため、両親が幼鳥に餌を与えるが、幼鳥は、ほどなく自分で餌を取ることができるようになる。カナダ鶴が、繁殖行動を始めるのは、生後二年から七年ほど経ってからである。野生のもので、寿命は十五年ほどだが、飼育個体では、 その2倍以上生きることが知られている。死ゆのつがいは一年を通じて行動を共にし、生まれた子供と共に南へと渡る。カナダズルの群れ浅い水場や湿原で歩き回り、時折そのくちばしも使って餌を探す。雑食性で昆虫類や水辺の動植物、月脂類、植物の種や実を食べる。栄養時期以外は大きな群れをなし。 工作地で求む餌行動を取ることも多い。またカナダズルは激減したアメリカシロズルの個体数回復のため、放乱と子育てを行う里親として利用されたことがある。しかしカナダズルに育てられたアメリカシロズルは、他の個体を自分と同種の生き物であると認識できず、失敗に終わった。アメリカシロズルとカナダズルがつがいを組むこともなかった。フロリダのアシュは住宅の敷地内でも見かけることがあり、 人が近づいても怖がらない。地面に落ちていたり、人間が与えたりしたトウモロコシの黒粒や市販の鳥の餌なども食べる。フロリダ中北部では人家の庭に一年を通して姿を現すが、つがいで、もしくはまだ若い幼鳥を連れてやってくることも多い。ありがとうございます。